ビルヘルム・ビンデル・バントは、ドイツの哲学者。ハイデルベルク大学教授で、新ン,ント派の代表。ビンデル・バントの墓ポツダムで、プロイセン王国の管理の息子として生まれ、イエーナ大学、ベルリン大学、そしてゲッティンゲン大学に学んだ。当初は、医学と自然科学を志したが、その後精神科学と哲学を学んだ。1870年、ゲッティンゲン大学で学位を取得。 志願して、不仏戦争に参加した。1873年、ライプツィヒ大学にて、大学教授の資格を取得し、1873年夏、学期から1876年夏学期まで、ライプツィヒ大学で教鞭を取った。1876年、チューリッヒ大学から、聖教授としての招聘を受け赴任。1877年には、 フライブルク大学に、1882年には、シュトラスブルク大学に移り、そこで長期にわたり、教職を務めた。1903年、クーノフィッシャーの後継者として、ハイデルベルク大学に移り、以来、ベルリン学士委員の遠隔地会員となった。ハイデルベルクにて没した。ビンデルバントの墓所は、ハイデルベルクのベルクフリートホーフ、森へと続く通路のすぐ側の区画中にあり、 簡素な資格の大遺跡の表に、ビンデルバント本人及び妻マルタ、娘エリー・シュトッツ・ビンデルバントの生没年が刻まれている。哲学史やのフィッシャーに支持したビンデルバントはまず、哲学の歴史家として、さらに、フィッシャーの後継者として、加えて、当代の重要な哲学の体系家、その中には、彼のシェヘルマン・ロッツェを含めた人々の一人として、時代の舞台に登場した。 ロッツェは存在するものの領域、クワイステオ・ホックティを事実的認識の条件によって媒介し、妥当するものの領域、クワイステオ・ユリスをその認識の活動的条件によって媒介させるとし、クワイステオ・ユリスはクワイステオ・ホックティに依存しているとした。ビンデル・バントはこの関係を逆転させ、あらかじめ妥当するとされる判断から生まれてきたものは、 事実上の真理として打倒しているのだとした。ビンデルバントは、中んづく自然科学と文化科学の間の線引き問題にも努力を傾注した。自然科学は法則定律的な方法を用いる。つまり、自然科学は、その対象を普遍妥当的な法則を通して記述する。これに対して、文化科学は、一回限りのもの、個別的なもの、そして特殊なものと関わり、 個性記述的な方法をとる。ビンデル・バンとは、加えて、哲学史家としても卓越している。彼の、哲学史教本は、哲学史を、各時代ごとのテーマによる、論争史として執筆したものである。数多くの番を重ね、哲学的な訓練、修行を必要とする時代を担う哲学の都によって、長く読み継がれてきた。各時代は、哲学者とその教説の羅列ではなく、 時代の哲学的な論争テーマを取り上げていく、問題史の体裁を採用している。20世紀の部分は、ハインツ・ハイムゼートが書き足した。その他の代表作に、哲学概論、論文集、プレリューディエン、近世哲学史がある。弟子に、ハインリ・ヒリッケルトがいる。また、日本の京都学派の代表の一人である。 アサナガ三十郎は、ドイツ留学の機会を与えられ、ルドルフ・オイケンのもとを訪ねた。だが、オイケンの俗物ぶりに平気し、計画を捨てて、ビンデルバントの門を叩き、彼に指示した。ありがとうございます。